では次の方。失礼します。よろしくお願いいたします。ではまず軽く自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。はい、東海新太29歳です。特技っていうほど特技かは分かりませんが、仲間になろうぜって誘うとどんなやつでも大体仲間にできます。まあたまに断ってくるやつもいるんですけど、うるせえ行こうって言えばまあ大体ついてきます。で、長所は前向き、有言実行、体が強いこと、短所はすぐお腹が空くことです。まあ今ちょっと履歴書の方見させていただいてるんですけれども、はい、最終学歴に海賊王卒って書いてあるんだけど、これって本当？あ、はい、一応そうっすね。ラフテルまで行ったんで。あ、本当なんだ。すごいね、ルフィより先になっちゃったの。そうっすね、一応自分2代目ってカウントらしいっす。こりゃとんでもない人が来たね。待って、ワンピースの正体も知ってるってことだよね。そうっすね、行っていいっすか。どうしよう、そこはやっぱびっくりする系なの？それとも感動系？まあ笑い話系ですかね。やっぱそうなんだ。マジじゃん、マジもんじゃん。なんで辞めちゃったの海賊を？まあぼちぼちいい年齢ですし、母ちゃんにも30手前で就職しておかないと後々困るぞって言われたんで。ああそうなんだ。冒険的人生もほどほどに安定のある生活を選んだって感じだ。まあそうっすね、でも就職しても冒険はできるんじゃないかなって。ん？どういうこと？いやほら、社会人だって毎日毎日大海原を航海してる海賊みたいなもんじゃないですか。次から次へと新しい困難がやってきて、そこに留まることは許されない終わりの見えない旅、スポットライトの当たらない人生、時には孤独や理不尽なんかに押しつぶされそうにもなるでしょう。でも仲間との思い出や小さな幸せ、何気ない感謝の一言、そういうものをありったけ集めて、そうやって紡いでいく日常って、自分が見たワンピースよりずっと価値のあるものなんじゃねえかなって。なるほど。では最後に、君はうちに入ってどうなりたいとかある？高級取りに俺はなる。はい、面接は以上です。合否は後日連絡しますね。クソ世話になりました。仕事頑張るか。では次の方。失礼します。よろしくお願いいたします。ではまず軽く自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。見た目はいい大人、中身はまだ子供、枝川次男29歳、元探偵さ。次男さん、はい、今日履歴書の方ってお持ちいただいてますか。はい、持ってきたはずだったんですけど、あれれ、おかしいぞ、カバンに入れたはずなのになんで入ってないんだろう。忘れました。忘れました、すみません。はい、ではいくつか質問の方させていただきますね。はい、本当すみません。まず前職は探偵をされていたと。はい、あまたの事件を解決してきました。ざっとどれぐらいの数かってわかりますか。正確には覚えてませんが、数百ですね。僕の周りって2日に1回は殺人事件が起こるんですよ。2日に1回、それはすごいですね。まるで疫病神。ここのビルの1階でもさっき殺人事件ありましたよ。嘘、本当？だからか、さっき下で救急車の音とかすごい鳴ってたの。まあ解決してきましたけど。すでに？だからか、君ボール持ってるの。だからか、犯人に当てて動き止めたりしたんか。ボールは趣味です、サッカー好きで。紛らわしい、持ってくるな。にしてもこれとんでもない人が来たね。なんか好きな言葉とか自分の中で大事にしてる考え方とかってありますか。あー、僕ルンっていう彼女がいるんですけど、ちょっと名前呼んでいいですか。あ、はい。ルーン。彼女さんルンさんじゃないんですか。なんて聞こえました。ランって。バーロー、まだ気づかないのかよ。ルンをローマ字で書くと RUN、 そう、英語でランになるのさ。真実はいつも一つではなく、見る角度、人の数だけあって、それら全てを理解することはできないけど、分かろうとする心が大事だなと僕は思ってます。はい、面接は以上です。結果は後日連絡します。合否はいつも2つ。受かるか受からないかですからね。失礼しました。まあ一旦保留かな。では次の方。はい、失礼します。よろしくお願いします。ではまず軽く自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。はい、熊野風29歳です。最近はアーティストの藤井風さんの影響で、僕も名前を風と読まれることが多いのですが、正しくは風です。前は人々に夢を届けるお仕事をさせていただいてました。人が喜ぶ顔と蜂蜜が大好きです。よろしくお願いいたします。はい、熊野風さん、はい、前職の人々に夢を届けるお仕事っていうのは具体的にどんなお仕事を。あまり詳しくは言えないんですよね。言えない。お仕事の中身についても。中身？いえ、中身とかそんな。中身ではないです。そもそも中身とかないんです。言ったら消されるんです。言えないんです。すみません。多分だけど、こりゃとんでもない人が来たね。わかりました。じゃあ、なんだろう、少し変わった質問なんですけど、自分を動物に例えると何だと思いますか？クマですね。じゃあ、仲間にしたい動物なんかはいますか？子豚、トラ、ロバ、カンガルー、ウサギ、フクロウですかね。即答にしては斬新な組み合わせですね。あ、そうですか。まあ、熊野プーさんの仲間たち以外では見たこともない組み合わせではありますね。いや、何のことだか。それでは最後の質問です。先ほど蜂蜜が好きとおっしゃってましたが、もしもこの世界から蜂蜜がなくなってしまったらどうしますか。あー、大変だ。と思いますね。はい、面接は以上です。合否は後日連絡しますね。ありがとう、ピグレット。私、ピグレットではないです。受け川みなみって言います。失礼しました。私、小豚に見えたってこと。
次の方。はい、失礼します。よろしくお願いします。ではまず軽く自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。どうも中田光彦です。さあ早速今日も参りましょう。エクストリーム自己紹介、中田光彦編。待ってました。まずですね、僕はちょっと待ってもらっていいですか。あ、はい、何でしょう。え、すごいなんかこれ既視感あってまさかな思いつつ聞くんですけど、これってもしかして2時間とかかかるやつですか。あ、まあ一応2時間24分で収まるようにシンガポールでホワイトボードは書いてきたんですけど。これとんでもない人が来たね。自己紹介用にホワイトボードびっしり書いて持参してくる人なんていないよ。やる気だけは評価するけど、ごめんなさい、一応この後他の方の面接も入ってるので簡潔に経歴などお聞きしてもよろしいですか。経歴、僕の武勇伝を聞きたいってことですか。武勇伝、わかりました。では武勇伝、武勇伝、武勇伝伝伝伝伝、レッツゴー。え、ちょっと待って、ちょっと待って。何ですか。あの、普通に答えることってできますか。できます。あ、じゃあお願いします。前職は、YouTube の方をやらせていただいてました。あ、YouTuber の方。はい。もしかしてですけど、教育系とかだったり。あ、わかります。あ、はい、なんとなく。ちなみにチャンネル名って。中田光彦の YouTube 小学です。 YouTube 小学。はい、小学生向けのためになる動画を上げてました。あ、そうなんですね。国語とか算数とかそんな感じですか。いえ、お金や経営の授業を。小学生向けに、すごいですね。具体的にはどんな形で。まあ例えばですけど、桃太郎はおじいさんおばあさんから鬼退治に行ってこいと10万円もらいました。鬼ヶ島までの交通費は最低でも5万かかります。その道中、犬がきび団子で雇ってくれと言ってきましたが、今時きび団子で雇ってたら後々ブラックだとか言われかねないので、時給1300円で雇って。大丈夫です、ありがとうございます。あ、はい。じゃあ最後に自分一言で言うとどんな人間だと思いますか。 I'm a perfect human。はい、面接は以上です。合否は後日連絡しますね。かしこまりました。僕が受かって嬉しい、あなたもいい人材を獲得して嬉しい、それによって世の中にいい影響を及ぼす、これってウィンウィンウィンですよね。はい、そうなれるといいですね。人は何者にでもなれる、いつからでも。ではまた。一旦保留かな。では次の方。失礼します。よろしくお願いいたします。ではまず軽く自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。はい、どうも、瀬戸大吾です。今日はですね、御社の面接を受けるにあたり効率的かつスムーズに受け答えするためにですね、ありとあらゆる質問への回答を用意してきたんですけども、実はこれ面接受けに来たわけだけど合否っていうのがわからないんですよ。これへーって話ですよね。これだと奥総大学のベンベン教授が提唱した。ちょっといいですか。はい、何でしょう。あの、もしかしてなんですけど、メンタリストとか好きですか。え、あ、メンタリズムです。心読みました。これとんでもない人が来たね。そんなことできるんだ。え、そんなことできるんだっけ、メンタリストって。まあいいや、すみません、自己紹介の途中で話遮っちゃって。あ、全然大丈夫ですよ。ちなみにですね、話を遮る人とか自分の話を全然聞いてくれない嫌な上司なんですね、自分の意見を伝えたいなと思った時にはですね、ザ・ベリーハングリーキャタピラーって本がおすすめですね。あれなんかわかりやすく問題と直面した時の立ち振る舞いを。あ、ちょっといいですか。はい。ザ・ベリーハングリーキャタピラーって腹ペコアオムシですよね。あ、メンタリズムやめてもらっていいですか。あ、はい。いや、というかもう超能力の域なのよ。先読みのレベルが藤井聡太くん超えてるのよ。イッツメンタリズム。何ですかそれ。僕の KZF です。KZF。決めゼリフーの略です。あ、そっちの大悟さんにも影響を受けてる感じですね。なるほど、なるほど。これは珍しいパターンだ。そして区切り方も独特ですね。決めゼリフーって。はい、そうですね。あんまりいいの思いつかなくて。メンタリストの才能すごいのに、そっちの才能はいまいちなんですね。TKY。何の略ですか。とっても悲しいよ。了解です。まあ、もう大体大吾さんがどんな方かは分かったので、最後に何か質問などあれば。あ、もう面接終わりですか。はい、特に質問などなければ。ちょっと待て。あ、そっちの大吾さんにも影響を受けてるんですね。すごい、トリプル大吾だ。TDG ですね。トリプル大吾の略ですか。え、メンタリストですか。違います、勘です。案外できるもんですね。では合否は後ほどご連絡させていただきます。じゃあいい結果になることをウィッシュしておきますね。はい、お元気で。失礼しました。ん、なんだ、ドアノブがベトベトするんだ。なんだこれ。あ、わしの手汗か。癖がすごいんじゃ。